ビルギッタ王女は、スウェーデンの王女で、原国王カール16世、グスタフの姉。スウェーデン前国王グスタフ6世、アドルフの長男、ベステルボッテン公グスタフアドルフと、その日で、ザクセン公ブルク号タ公、カールエドワルトの娘であるシビラの次女として生まれる。1959年に、訪問先の西ドイツで、親類や友人たちを集めて催された、カクテルパーティーの席上で、 ヨハンゲオルクフォンホーエンツォレルン・ジグマリンゲンと知り合った。1960年12月5日にヨハンゲオルクとの婚約が発表され、1961年5月25日にストックホルム宮殿で市民婚が同年5月30日にジグマリンゲン城のザンクヨハン教会で宗教婚が行われた。夫妻はマニニナン一条を設けたものの、1990年から 別居状態となっている。現在は、スペインのマヨルカ島に移り住み、ゴルフやチャリティー事業に関する多くの役職についており、母国スウェーデンにおいても、オジハランド港ベルティルの後を継いで、王立ゴルフ協会の名誉会員を務めている。ビルギッタは、イギリスのビクトリア女王の夜叉後にあたるため、イギリス王位継承権を持っている。1701年王位継承法では、 カトリック教徒と結婚すると継承権を失うとされていることから、ヨハンゲオルクとの結婚に伴い、一旦多い継承権を失った。しかし2013年多い継承法の発布により、現在は継承権が回復している。ありがとうございます。